こんにちは。津久井学習センター、デザイン思考で新規事業を考えるを担当する竹本です。この授業はビジネスを始めるアイデアやきっかけを学んでみたいという方に最適です。不確実性の多い新規事業ですが、正しいアプローチを学ぶことで成功を収める可能性が広がります。授業ではビジネスと経済の基本から丁寧に説明します。アイデアの創出から市場分析、財務計画に至るまで新規事業を考えていく過程を体系的に学びます。ビジネスの基本的な知識だけでなく、社会学的な視点からも事業化の可能性を探ることで、より広い理解を深めることができます。ワークショップやチームプロジェクトを通じて、実践的なスキルも身につきますので、理論と実践の両方をバランスよく学ぶことができます。特に、初めてこの分野を学ぶ方にとって理解しやすい内容です。授業前にあなたの趣味や日々の生活を見回して、興味のあるものを選び、その背後にあるビジネスの動きを整理しておくことが準備学習となります。これにより授業で学ぶ内容がより身近に感じられるでしょう。この授業を通じて新しいビジネスの可能性を広げ、自分のアイデアを形にする力を身につけましょう。ぜひ私たちと一緒に実践していきましょう。